10月で国立劇場が閉館となりまして、最後の歌舞伎鑑賞教室でございます。僕自身も中学3年生の時に学校で鑑賞教室、それを拝見に来た思い出がございます。それから数いろいろと鑑賞教室させていただきましたけど、中でも一番嬉しかったのは、最初に初役で瞬間をこちらでやらせていただいた時に、学生さんがみんな立ち上がってカーテンコールがございまして、拍手をしてくださったことは、とってもすごく今でも覚えております。また今回の引き窓は18年ぶりだそうでございますけど、金之助さん、駒蔵さん、先輩両方2人をお会いさせていただいて、また新しい発見ができるのではないかなと、そんなような思いで1ヶ月勤めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。この鑑賞教室にはいろいろ出させていただきました。今回も、お話なす太陽子さんの踊り神、その前ですと、なんと歌舞伎十八番の剣抜きを2回もさせていただきまして、私のすごくいろんな新しい面で勉強させていただいている、本当に懐かしい思い出がたくさんあります。今回の濡れ髪は2度目ですので、もう少し濡れ髪らしくできるよう、これも金之助の役どころだなと思っていただけるように、今から一生懸命勉強して努めたいと思っております。この7月の鑑賞教室、今年で続けて3年目となります。大切な歌舞伎というものに初めて出会う場ですので、精一杯一生懸命努めて、歌舞伎を好きというまでいかずとも、歌舞伎に興味を持っていただけるように、もう誠心誠意一生懸命努めたいと思います。引き物というお芝居は、今の時代にもつながる家族の愛というか、お互いがお互いを思いやるという、やればやるほどこの芝居に携われば携わるほど、高くていいお芝居だなとつくづく思います。やるたびにご主人の愛情とか母親への愛情、両親が健在のうちにもっとこの芝居をかみしめておけばよかったなと思っているくらい、本当に大好きなお芝居です。やはりこの難しいところは、あわよくば見ると家族の傷の舐め合いの家族劇になってしまうってことが一番の懸念ですよね。歌舞伎の引き窓の場合と、二人侍がスマートですから、どこに悪人がいるんだろうっていうふうになって、二人侍の松江さんと彦三郎さんにはちょっと少しね、悪人っていうわけじゃないんですけど、そういう匂いもしないと、やっぱり十字兵衛と濡れ髪とおはやとおっかさんのお香の関係性っていうのは、なんとなくただ単に家族で傷を負ったのをそれを舐め合って逃がしてしまうっていう芝居に終わらないことが一番のポイントであるかなと。実質年齢はまだ20代前半ですからね、このくらいはあるんですけど、やっぱり中にはまだ少年、母を思う気持ち、それであってやはりちゃんと義理と人情もわきまえる人、その狭間を揺れ動くのがお客様に見えればいいかなと思っております。今回4回目のおはやで、初めておはやを務めさせていただいた時は、若山のお兄さんに細かく教えていただいたんですが、やはりこのおはやはもう世話女房の典型的なお役だと思うんですけど、当時でやりますと、元は都という遊女だったという、いろいろな経験をして苦労して、この時間を大事にしたい旦那様がとても大事、旦那さんのお母さんも大事にしたいっていうところが、本当に精一杯この家庭を守りたい、そういうところは、どこか心に留めて努めたいと思います。私が、6歳の会場試験の時にも子役で出てたのかな。その思い出の劇場がなくなるというのは大変寂しい思いですけれども、未来に向けてもっとすごい素晴らしい劇場が出るとできるということを楽しみにしております。小劇の中でも一番のやっぱり思い出は、若手公演の昭和60年の4月ですか、に義経千本桜の友盛をやって、その時には金之助さんもお出ましいただきましたけど、長六のお医様に自ら教えを被って、指導を得て、小劇場の戸屋口で、友盛の後の顔を長六の医さんがずっと
としてくれた時に間近で松緑さんの顔があって書いてくれて、嬉しさのあまり僕が涙を流して泣いてしまった、お前何を泣いてんだこの野郎なんて言って怒られたりした思い出はありますけど、その時にバーッと怒りをあげたら、一番後ろで美空ひばりさんがご覧になってて、ね、椅子の上に立ち上がって拍手してブラバーって叫んでくれた思い出だとか、いろんな国立劇場には思い出があります。会場式の踊りの会から出させていただいて、たくさん本当に思い出が詰まってます。白鸚のお兄さんと吉右衛門のお兄さんのなさってた木の芽会という会がありまして、子役の時からそれにも出させていただいて、初めて大人の役を言葉をセリフを喋ったのがやはり国立劇場で、鎮節弓張月という三島先生のお芝居で、僕を歌舞伎の世界に誘ってくれた中車の字と最後の舞台でもありまして、とても国立劇場鎮節弓張月は濃密な思い出として残